展示される防弾直機二2型防弾直機二2型は、陸上自衛隊及び航空自衛隊で採用されているボディアーマー。戦闘防弾直機の後継となる装備であり、戦闘防弾直機同様に、迷彩服2型と同じ迷彩を採用している。装備年間では戦闘装着セットの欄に写真があるものの、名称に、戦闘という言葉は付けられておらず、 戦闘装着セットのような個人対応品ではなく、部隊での一括管理品として管理運用されている。生産途中から防弾直機2型に改良され、2012年度予算からは防弾直機3型に調達が移行した。防弾直機2型を着用して訓練を行う隊員自衛隊のイラク派遣が決定され、急遽派遣部隊に装備する防弾直機が必要となったことから、 3ヶ月という短期間で設計、配備されたのがこの防弾直機二2型である。4ヶ月後にはクイックリリース機能を付与した防弾直機二2型が開発された。戦闘防弾直機との最大の違いは、前後面にセラミックプレートを挿入することで、至近距離から発射された小銃弾の阻止が可能なことである。プレートを前後面に挿入した場合の重量は約1 2ラム。 なお、銃弾が命中した際の衝撃で、内出血などの負傷をしないように、プレートを挿入する際には干渉剤を取り付けることが求められている。断層収納ポケットなどは縫い付けられていないが、全体にパルズと似た装具取り付け用のウェビングが縫い付けられている。このウェビングは、パルズと縫い付け方法が異なっており、ウェビングと接続するストラップが付いた。 専用の装具だけでなく団体用のクリップ式装具も取り付けることができる。肩の部分には戦闘防弾直機のものと似たアーマーが取り付けられているが、これは取り外し可能で、部隊によっては取り外したまま使用している。また、襟部分も取り外しが可能であるため、88式鉄棒との干渉を避けるために外すことも可能である。背面上部には、 ドラッグハンドルがついており、不詳などで行動不能になった際に、他の隊員が牽引することができる。生産は、東洋棒と東礼により行われており、年間調達数は1万着前後。細かな防護性能については、戦闘防弾チョッキ同様に一切公表されていないが、戦闘防弾チョッキと同じくない規格のレベル E や程度の能力があると思われる。また、 前後面にセラミックプレートを挿入することが可能となっているため、内規格のレベル3かレベル4のプレートを挿入すれば、小銃弾を阻止することもできる。アトブやヨーテブで採用されているグローインアーマーや上腕部を守るダップス、脇腹用セラミックプレートなどは採用されていない。イラク人道復興支援で派遣された陸上自衛隊の復興支援部隊には、この防弾直近に型が、 プレート付きで支給されていた。現地では前、後面のベルクロに日照機のパッチを取り付けた状態で使用された。その後のハイチ p k 王やジブチ共和国における海賊隊諸行動航空隊経営隊などでも使用されている。現在はクイックリリース機能と階級商用ベルクロが追加された防弾チョッキ2型が調達されており、旧型の戦闘防弾チョッキを順次更新している。 陸上自衛隊広報センターにはプレートが挿入された状態の防弾チョッキ2型が展示されており実際に試着することができる。積雪地帯用の白色王や砂漠用航空自衛隊向けの防弾チョッキなどの派生型が存在する。防弾チョッキはデジタル迷彩を採用しているほかウェビングテープも明細化されている。夕刊富士2013年3月12日 桜林三三日本の防衛産業防衛省装備施設本部公式サイト中央調達に関わる契約情報よりありがとうございます。